さんこんにちは、カール FSS の吉田恵美です。吉田恵美チャンネルの時間です。バイバイ。ということで今回ご紹介するのはこちらの車です。ただいまカートップの取材に来てます。こちらはフォーム1という電気自動車なんですが、これが水陸両用カーです。固形自動車のサイズなんですけれども、こちらが、水陸両用といっても災害対応の車というイメージでしょうか。これじゃじゃーん、くるくるって結構目まぐるしい。何回言うんですか。はい、反射しちゃう、反射しちゃう。なるほどね。ほら結構こう忙しい。あ、でもさっきの向こうのスポーツカーコンセプトはまたちょっと違う出方だった。あっちはもっと本格的な感じ。だったよ。あれ？なんだ？出てなくなった。そしたらちょうどなんか来ちゃった。小さいやつ。本当。車が行ったら行きます。はい。もうねだいぶ慣れてきた。この右側がエコモードで、エコモードで。ブレーキペダルを使わずにギューで、もうちょっとパワーを使いたいときは2つでギューっていう、なんか調整がこのできて、で減速もちょっとあらかじめこちらを調整すると、もうブレーキペダルを使わずに手だけで行けちゃいます。結構エコでも行けるけど、加速の仕方が違う、両方使うのと。という感じです。なんか慣れてくるとめちゃ楽しい。でこの感じ、止まる感じも、もうこうエコモードで調節をすると。でもうちょっとしっかり止まりたいときはブレーキペダルを踏む。ただここのタイヤホイールが結構出ちゃってるので、ここに足を置きたくなっちゃうんですよね。ここがポイントなんですが、あとはでもすごい床がフラットで、こう左側のフットレストのところで足を踏ん張る、ちょっと気持ちいい。ここの距離が近いかなっていうのが気になるんですけど、そこ以外はあとはまあ基本的に手でできるので、あと、このフロントウィンドウも大きいですし、大きいというか縦が広い、から横は狭いけど縦があるので視界もめっちゃいいです。ありがとうございます。可愛らしいこのちっちゃい軽自動車サイズ。で、大抵なので、タイヤもタイで作ってるそうです。で、こちらインホイールモーターです。で、バッテリーはシートの下にそれぞれあって、4人乗りなんですけど、4つ入っています。そうですね、これがホーム1。4つに分かれてる。すみません、お手数おかけします。まあ、まあ、設備がいらないですよね。まあ、設備というか、まあ、台車みたいなのがあれば交換できるっていうのがこの車の特徴でして、ニオさんとかやってるのっていうのは本当にすごいガッツリした設備が、巨大な設備を入れてやってますので、まあ、そういうところが違います。これであと2個。あ、そっか、鉱石は縦に2個なんだ。そうですね、ここは縦に。はい、前席は横シートそれぞれの下なんですが、鉱石は縦に2個入っています。後ろに引き出す。はい、で後ろに引き出す。これが座面ってことですか。こういうこと。これがシートの座面ですよね。あ、そうです。そうか、なるほど。で、ちなみに後ろはダブルウィンドウの
ていくっていう。